ローデブリワン、デブデブ待たせたな。はい、ということでどうも皆さん、太一でございます。さて、今回のね、動画はですね、こちらを食べたいと思います。プシャー、ゼンニガンガーリックまぜそば。今回はですね、こちら千里眼の混ぜそばをね、食べたいと思います。こちらセブンイレブンで売っておりました。こいつがもう目に入った瞬間、もう一目惚れでございます。超うまそうなパッケージじゃない？黒と赤と黄色のこのカラーがね、またこれ食欲をそそる中、あ、これなんかやべんじゃねえかみたいな危険信号を発している色ですね。もうこれもう多分。ということで今回もね、まあこれを美味しくいただきながらね、チクフレンズのね、なんか質問に答えていきたいとね、思いますけどもね。はい、ということで出来上がりました。こちらが千里眼の混ぜそばとなっております。マヨネーズとソースかけて、火薬にね、辛く味付けされた揚げ玉と、キャベツかな、これは入っております。ということで混ぜましょう。思った以上にこの麺がね、太いんですよ。これは食べ応え抜群ですよ。それではいただきます。うんうんうん、あー、匂いから想像できるぐらいこれニンニクがすごく強い。ちょっとした辛さはあるんですけど、ほんのちょっとです、ほんのちょっと。そしてマヨネーズがこれまたね、まろやかですね。そうね。ということで、タチクフレンズから何かね、簡単に答えられそうなメッセージがないか、ちょっと探しますね。あ、ありましたね。これなんか今答えられますね。皆さん、禁断ボーイズ、最近動画見ておりますでしょうか？禁断ボーイズのこの動画、ゲーム実況者に転向するということですが、タイさんは正直どう思いますか？もし、ネタにしてくれたら嬉しいです。ということで、出ました。禁断ボーイズ。僕はね、禁断ボーイズはね、近代ボーイズの時からね、見てたんですけども、だから田中さんが加入する前から見てました。うん。うまっ。今、禁断ボーイズ終わった。叩かれてるけど、あ、でも結局ね、チャンネル登録者が192万人もいるからね、叩かれたところで別にね。グッドボタンが8396に対して、バッドボタン、なんと1万超えということで、まあそれほど1万人以上のユーザーがそのゲーム実況者に転向するということに対して反対している。コメント欄もね、すごいですよ。もう、オワコンだとか、昔の方が面白かったとか、ずっと好きでした、初めて低評価つけましたとかね、もうすごい、下手くそがゲーム実況やるなとかって言われてるよ。これは、いいじゃん別に、下手くそでもゲーム実況したって。最近？え、最近だよ。で、やめちゃったの。え、ゲーム実況チャンネル知らないの？嘘、普通に面白いと思うけどな、俺。もうバカだから、これ、絶対やんないな、まあ。うん。なんかいろいろとやりにくいんじゃん、わかんないけどね。結局あっちの事情は、そう、今までね、禁断ボーイズがこうやってきたじゃないですか。世界じみた動画を メインにね、こうやってたと思いますよ。僕もね、大阪の道頓堀でいっくんとメサイアかな、なんかこう中二病チックなね、寸劇を繰り広げてた、ああいう動画結構好きでしたね。てかそれを見て、うわ、こいつら面白いって思ってチャンネル登録したっていう口なんですよ。多分ね、この低評価つけてる人たちもほとんどがそうだとは思うんですよ。こういうご時世でね、いろいろ YouTube の仕様もね、いろいろと厳しくなってはいるので、まあ、本人たちもそれに沿ってね、走っていかないといけないわけですよ。まあ、本人たちにもいろいろあると思うんですよ。他人の悩み問題っていうのは結局他人にはわからないんですから。あなたたちの悩みだって僕にはわからない。こうやって動画を撮っている僕ですらも、それはね、悩みありますよ。問題とか抱えてますし、でもそれはあなたたちにはわからない。言わないとわからないし、それを言ったとしても、ね、それを冷やかす人もいれば、それをね、応援してくれるっていう人もまあいますしね、こういろんなね、人がいるわけですよ。本当にね、まあ、禁断ボーイズのファンというのであれば、彼らがどういう道に行こうかね、まあそれ犯罪とかそういうのは別として、彼らがこういう路線でね、頑張っていきたい。これからも頑張っていきたいです言うのであれば、それをさ、ファンなら応援してあげなくっちゃ。俺の好きな動画も出さねえんだったら、もうこいつら終わりとかって言ったら、もうそれ自分勝手すぎ。さすがにね、それは考えてください。 YouTuber の決まり台詞、
何ですか？好きなことで生きていくだ。そう、100点。そう、よくわかったね。てか本当にあのヒカキンさんもいろんな YouTuber さんも言ってたよ、好きなことで生きていく。禁断ボーイズが本当にゲーム実況が好きでね、まあ、多分イッくんがハマってんだと思うんだけども、好きでね、まあゲーム実況チャンネルも頑張っていきたいって言うんであれば、それは皆さんね、あの応援してあげましょうよ。やっぱり今後の禁断ボーイズに期待しましょう。ダンフォロワーかける、禁断ボーイズのゲーム実況チャンネルを見ましたけども、つまんなくはなかったと僕は思います。まあ笑いのツボだったりね、楽しさっていうのはね、まあ人それぞれ違いますけども、僕個人はまあ面白かったと思いますよ。有名配信者になればなるほどね、それはやっぱやりにくくなってくるとは思うんですよ。でもそのやりにくさの中でどううまく生きていくかっていうことなんですよね。めっちゃ今いいこと言ったんじゃね俺その顔やめてもらっていいですか。俺今超いいこと言った気がする。うまい。外から投書もらいました。いただきます。うん。おいしい。